まして、はいはい、アットマークマリーンズアンダーバーイベントが私たちのアカウントの、はい、になっておりますので、ぜひフォローをお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はその2日間はね、ディアナの皆さんとかもきっとツイッターにも登場してくれると思いますので、チェックよろしくお願いします。さあ、今日は水木と一緒にお送りしてきましたが、はいはい、明日登場するメンバー、水木から紹介してもらっていいですか？はい、明日はですね、はい、同期のアンジュを、はい、紹介します。はい、なんかアンジュとは結構仲いいんだって。そうですね、はい、プライベートでも仲良くしていまして、うんうんうん、この間、うん、アンジュと2人でダーツに行ってきました。2人でダーツ、はい、そうですね、うん、アンジュ、そう、最初は、うん、私半分しか距離半分でしかやったことないんだけどいいかなって言ってたアンジュのマネーみたいな言ってたんだけど、うん、いざじゃあちゃんと下線のところでやってごらんって言ったら、はいはい、やってごらんって言ったら、うんうん、もう届いて、しかも真ん中入るんですよ。すごいね。もう今日次からはあなたはハンデなしということで、もうなんか得ですね、やっぱりね、ああいう可愛らしい子はね。そうなんですよ、投げ方も可愛いんですよ。あ、ちょっと水木の投げ方とアンジュの投げ方やってもらってもいいですか？はい、すいません、いいですか？おなじみのすいません。じゃあお願いします。まずじゃあ水木の投げ方からいく。じゃあお願いします。まあ、スンスンスンって感じ決まりましたね。じゃあちょっとアンジュの投げ方やってもらってもいいですか？はい、ダーツを片方持ってきて、まあ、こうじゃなくてこんな感じでキャーみたいな、ゲイゲイってありがとうございます。もうさすがですね、水木はね。いいですね。じゃあ2人仲良く、はい、ダーツをいったお話なんかもちょっとアンジュからも聞けるかな、楽しみにしていてください。はい、では今日は水木と一緒にお送りしました。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。さあ、この水木のね、エアーダーツお見せいたしましたけど、次何か考えときます。よろしくお願いします。はい、はい、去年はね、エアボーリングで、今年はエアダーツを見せていただきました。ありがとうございます。さあ、この後のステージなんですけれども、55分から横浜 DeNA ベイスターズマスコット&チアステージということで、ステージが始まる前にエリアのご案内しておきましょうか。はい、ステージ前の空いてるスペースは男子ショーで使うので開けておいてください。グレーのクッションがろう席はちびっこ限定席の一番前の席です。ちびっこのみんなはぜひ一番前でイベントをお楽しみください。はい、ベンチの置いてあるエリアは誰でも観覧できるエリアですが、撮影はできません。イベントの様子を撮影したいという方はコーンの外側の立ち見エリアでイベントお楽しみください。